この学園、耳がいいやつ多すぎね。このガヤガヤした室内で10メートル以上は離れてたのに。兄さんが僕につけてくれた集音マイクは人間のささやき声を50メートル先でも拾えるんだ。ほう、それはすごいな。妖精族や獣人族でもそんなに耳が良いやつはなかなかおらん。そうでしょう。兄さんはすごいんだ。ご本、それに兄さんは僕と一緒に授業に出てもいいって許可をちゃんと学園長にもらってるんだから、別に一人が寂しくて僕を学園に連れてきたわけじゃないよ。そうなんだ。ごめんごめん。シュラウド兄弟は学園七不思議的なミステリアスさがあるからつい盛り上がっちゃって。分かってくれればいいんだ。僕もムキになっちゃってごめんなさい。兄さんを誤解してほしくなくて。ところでオルトちゃんも VDC のオーディション受けに来たの？そうなんだ。兄さんがね。寮長会議でリドル氏に研究発表の練習しますなんて言ったけど、何万回脳内シミュレーションしても人前でハキハキ研究発表するなんて絶対無理ゲー。でもリドル氏にうぎられるのは避けたい。なんとかせねばと考えた結果、拙者は自分の声から音声ライブラリを作成し、ついにタイピングに合わせてリアルタイムで自然に文章を読み上げるプログラムを完成させた。自分の声とは思えないほどの良滑舌、合成音声とは思えないほどあまりに流暢。オルト、どう？控えめに言って最高では。今喋ってる僕の声が読み上げソフトだなんて絶対に誰も気づかないだろ。すごいや兄さん、とってもハキハキしてるね。でしょ。いや、実は拙者めっちゃいい声しとるな。これなら質疑応答もスムーズに答えられる。ふひひ、やはり科学技術は根性論に勝利するのだ。天才でどうもすみませんね。ほんと、うん、きっとリドルローズハートさんもびっくりするね。ダメだね。研究発表が終わるまで絶対にリドル氏には内緒にして。このからくりに気づかず、先輩も頑張ればできるじゃありませんかとかドヤ顔で言ってきたら、口パクに気づかなかったんでござるか。これだから素人はって指さしてプギャーする予定だから。もう兄さんから、あんまり後輩に意地悪しちゃダメだよ。いいのいいの、リドル氏は学年は一つ下だけど寮長歴はあっちの方が長いし、先輩みたいなもんでしょ。しかし真剣に取り組んでみると、合成音声の世界は実に奥が深い。最近バーチャルアイドルとか流行ってるし、ボーカルシンセサイザー機能をオルトに搭載してみようかな。楽しそう。僕歌ってみたいな。よし、兄ちゃんに任せなさい。というわけで、兄さんがボーカルシンセサイザー作りにハマっちゃって、こだわり抜いて開発したからにはどこまで通用するのかチャレンジしようってことで、このオーディションを受けることにしたんだ。歌声をプログラムで作るなんて、そんなあり？